冬の嵐作戦、ビンター・ゲビッター作戦は、第二次世界大戦の独ソ戦において1942年12月12日から12月23日に、実施されたスターリングラードに包囲された、数軸国軍の救出作戦であるが、ソ連軍に阻止され包囲を解くことはできなかった。ドイツ第六軍は、すでに、スターリングラード市街地の、約90%を占領し、 完全占領を目指してソ連第62軍と熾烈な紫外戦を展開していた。しかし、1942年11月19日、ソ連軍はスターリングラードの南北で反抗に出て、ルーマニア第3軍及びルーマニア第4軍の保持する戦線を突破し、11月23日には、カラチ近郊で南北の構成部隊は手をつなぎ、包囲網が完成した。 後日に判明したところでは、包囲されたのは、約33万人の数軸軍である。包囲された部隊をどうするかが問題となったが、空軍参謀総長、ハンスイエェションネク上級大将の空輸はできると思う、という回答に意を強くしたヒトラーは、24日に空輸作戦の実施を命じるとともに、第6軍のパウルスには、スターリングラードの選戦線の維持を命じた。さらに、 第11軍司令部をもとに、エイリヒホン・マンシュタイン元帥を司令官とし、第6軍及び第4総甲軍、ルーマニア第3軍からなる、ドン軍集団が新設された。マンシュタインの指揮のもと、第6軍の救出作戦である冬の嵐作戦を実施することになったが、ドン軍集団の主戦線は弱体だったことから、マンシュタインはヒトラーに戦力重点を要求した。このため、 英軍集団、奥い予び、他戦線から兵力を移すことになったが、遺憾元が遺憾を渋ったり、輸送上の問題もあり、増援部隊の来着には時間がかかった。空軍は、空輸作戦のため、可能な限りの10-52輸送機を前線一機からかき集めたが、その空輸量は、第六軍の要求した戦力維持レベルの700トン、日の半分にも達せず、 ベスト記録で320トン、ゼロの日もあるという状況であった。11月25日、第4航空艦隊のボルフラムホンリヒト方ン上級大将は、空輸には500機の10-52が必要だが、第4航空艦隊は298機しか保有しておらず、第6軍には脱出を許可するべきだと勧告したが、ヒトラーはこれを拒否した。空輸作戦が低調なため、 包囲下の部隊は、たちまち食糧難に陥り、まず馬を殺して食べたので、重装備の移動などが困難になりますます。戦力低下に拍車をかけた。ソ連軍のスター・リングラード包囲網が完成直後の11月末の時点で、包囲下の部隊から、ドイツ軍の主戦線への最短路は西に約 40km のニージュネルチスカヤニ近チカイチル川橋東歩であった。しかし、 ここからの攻勢はドン川を渡る必要があり、ソ連軍もドイツ軍の攻撃を予想していると考えられ、またソ連軍の増援も容易であろうと予測された。そこでマンシュタインは包囲網から南西へ約 120km の悪彩川流域の固定にこぼを構成開始点とすることにした。というのも、この場合、必要な進撃距離は伸びるが、 この正面のソ連軍はそれほど強力ではなく、包囲網までの天然の障害も、アクサイ川とムイシコワ川のみであり、ドン川を渡るよりも容易だからである。計画では、コテリニコボ周辺のアクサイ川からルビー総攻軍団が北東へ進撃し、状況によっては、ニージネルスカヤからクスバイブ総攻軍団が東に向かって、牽制攻撃を行うことになっていた。 主攻勢部隊のルビー装甲軍団は、英軍集団からの遺憾であり、指揮下に重当される予定の各師団も送い呼び方戦線からの重当であることから、12月初めの段階では戦力蓄積は不十分な状態であった。一方、ソ連軍はまずドン方面軍とスターリングラード方面軍によるスターリングラードの包囲網を完全にすることを優先し、次に、 ボロネジ方面軍と南西方面軍が B 軍集団とドン軍集団の戦線を突破してアゾフ海沿岸に到達し A 軍集団をドイツ軍南翼から切り離すサターン作戦を準備中であったスターリングラード工房戦1942年11月19日から同年12月24日にかけての前線の推移ルビー総甲軍団の戦力蓄積は満足な 状態ではなかったが、これ以上の遅延は、作戦構想そのものが崩れかねないとして、マンシュタインは12月9日22日の、作戦開始を決めた。ルビー装甲軍団の第6総甲士団と第23総甲士団が、主攻精鋭部隊で、両士団とも、編成定数に近い戦力であった。右翼は、ルーマニア V 軍団の不評士団である。対抗するソ連軍は、 第51軍でドイツ軍の攻勢を阻止できるほど強力ではなかったが、ドイツ軍の進撃を遅らせる努力はした。初日はソ連軍の不意を打つことに成功し、ドイツ軍の中には 50km 近く前進した部隊もあった。スタッフ家はドイツ軍攻勢の危険性を認め、第2新衛軍をドイツ軍を阻止するために派遣することに決めたが、第2新衛軍は、 自動車化された部隊ではなかったので、現在地から無意シコア側まで、ドイツ軍より先に到達できるかは危ぶまれていた。13日に、ソ連軍は、サターン作戦の修正版、リートル、サターン作戦を発動し、南西方面軍がニージュネルチスカイアノクスバイブ、総攻軍団より、西のイタリア第8軍と、堀と集団の戦線に攻撃をかけた。 イタリア軍は2日間何とか戦線を保持していたが、崩れ始めた。同時に、第5戦車軍と第5打撃軍が、ニージュネルチスカや近郊のドイツ軍、チルカワ共闘補を攻撃した結果、14日には、ドイツ軍は、共闘補から撤収した。14日、マンシュタインはヒトラーを説得してヒトラーが、チルカワからの攻勢のために保持していった第17。 装甲師団を構成部隊に加えることに成功し、17日より第17装甲師団は左翼で構成に加わった。16日にマンシュタインはルビー装甲軍団がムイシコワ川を越えて包囲網に到達できる見込みが少なくなりつつあるので、第6軍が南西に向かって構成をかけることを求めたが、ヒトラーはこれを拒否した。 ムイシコワ側へのドイツルビー装甲軍団とソ連第2新英軍の競争は結局ソ連軍が勝ちドイツ軍の到着前に第2新英軍はムイシコワ側に布陣した17日から21日までムイシコワ側で激戦が続いたがルビー装甲軍団はついにソ連軍の防衛線を破ることはできなかった19日には マンシュタインは、軍集団情報参謀のアイスマン少佐を、スターリングラードに送って、パウルスの説得を試みたが、パウルスと、第6軍参謀長のアルツール・シュミット少将は、今の、第6軍には、脱出作戦をやれる燃料も力もないと、脱出作戦の発動について否定的な回答を、行い、これを受けて、改めてヒトラーは、脱出作戦の発動を拒否した。十三日には、 第6装甲士団は、チル川戦線へ転用され、事実上、救出作戦は、打ち切りとなった。第51軍と第2新英軍は、22日より無シコア側の線で、攻勢に出て、24日には、ドイツ軍を悪災川まで押し戻してしまった。24日には、ソ連第3新英軍の第24戦車軍団は、 タチンスカヤのドイツ軍空輸作戦飛行場を襲撃し、ソ連軍の主張では300機以上、ドイツ軍の主張では72機の航空機が破壊され、空輸作戦に大打撃を与えた。ブラウ、冬の嵐作戦後、1942年11月から1943年3月に、かけての前線の水本作戦が失敗したことにより、第6軍を含む包囲されている部隊の命運は、 決まった。空輸作戦はその後も続行されたが、空輸作戦の飛行場がソ連軍の手に落ちるなどした結果、空輸量はやがて生存に必要なレベルにも届かなくなった。戦後のパウルスの回顧録では、12月下旬に最初の合衆者が出たという。結局、スターリングラードの数軸軍は2月2日にすべて降伏してしまった。ありがとうございます。